皆さん、こんにちは。今年12月でアイドルグループ乃木坂46を卒業すると発表していた寺田蘭世さん、自身のブログを更新、卒業後は芸能界を引退する意向を明かしました。自身の写真集が明日発売される寺田さんは、不安やドキドキ嬉しさなどいろんな気持ちが一気に押し寄せてくる毎日で、今は本当に発売されるのかと不思議な気持ちでいっぱいです。とにかく最後は笑顔で終われればと今は思っています。ここまで支えてくださって歩んでくださって本当にありがとうございました。温かい気持ちで見届けてくれたら嬉しいですと心境を報告。そして今後のことについてですが、今のところ芸能事務所に入るといった予定はなく引退という形になりますと発表しました。また夢を叶える、自分のやりたいことをやる、これらはすごく時間がかかるかもしれません。反対にもしかしたら私が乃木坂46に出会ったみたいに運命的に案外サクッと見つかるかもしれません。それは誰もわからないことですが、また新しいことを自分の目で見て肌で感じて学ぶ時間も欲しいなと今の私は一番思っていますと綴るとともに、中学生の頃から毎日毎日休みなく今日この日まで乃木坂46というものに向き合って正解のない道をがむしゃらに歩んできました。少しばかり自分に夏休みをあげようかなと、自身キャリアに一区切りをつける意向を示しました。卒業については昨年頃から意識しており、2020年10月に行われた白石麻衣さんの卒業コンサートの時には、自分も来年には卒業していると考えていたと明かしています。日刊スポーツのコラムニストとしても活躍していた寺田さんのスピーチは感謝の言葉であふれており、印象的なので合わせて紹介させていただきます。私自身は嬉しい気持ちでいっぱいです。ここに来ても悔いが何一つなくて、すがすがしい気持ちでいっぱいで、楽しかったなと明るい気持ちでいっぱいです。ファンの皆さんがいたからここまで来れたのは紛れもない事実です。今までの私の行動で見せれたと思うので、悔いはない、皆さんに伝わってればいいなと思います。長生きしてほしいなと思います。重く感じるかもだけど、それぐらい私には大切な存在でした。何年後もランゼを推してよかったと思ってもらえたら、本当にたくさんの愛をありがとうございました。これからももっともっともっと魅力的な女性になって、もっともっと幸せになりたいと思います。多分強がりだから、もしかしたら最後の最後まで強がってるかもしれません。帰った後に一人で泣いてるかもしれません。でもそんな私を愛してくれて、見つけてくれて、出会ってくれて本当にありがとうございました。これからももっともっと幸せで、もっとかっこよくてイケてる女性になると思うので、応援してくれてたら嬉しいです。たくさんの愛をありがとうございました。強がりな寺田さんらしさを見せつつも、ファンの方への感謝を強く語っていますね。乃木坂46屈指のおしゃれ番長で、インスタグラムでも精力的な活動を見せていたことから、芸能界のファッション関連の仕事への進路が予想された寺田さん。しかし先日更新された個人ブログにて芸能界引退が発表されました。こちらも寝耳に水の事態でした。このブログにて芸能界を引退する理由も明かされています。ブログのタイトルは、もう自己紹介することもないだろうから、できるだけ乃木坂46の寺田蘭世ですって言いたいなぁと思って決めました。写真集が明日発売になります。不安やドキドキ嬉しさなど、どんな気持ちが一気に押し寄せてくる毎日で、今は本当に発売されるのかと不思議な気持ちでいっぱいです。とにかく最後は笑顔で終われればと今は思っています。ここまで支えてくださって歩んでくださって本当にありがとうございました。温かい気持ちで見届けてくれたら嬉しいです。そして今後のことについてですが、今のところ芸能事務所に入るといった予定はなく引退という形になります。中学2年生で乃木坂46のオーディションを受け、乃木坂46に出会ってから約9年が経ちます。アイドルやタレントさんになろうなんて夢にも思ったこともなくて、オーディションも初めてで、それまでの14年間ではアイドルになるための努力すらしたこともなく、ただ運命に導かれて乃木坂46に入った私には、もしかしたら贅沢すぎる9年間だったのかもしれません。こんなに若くしてアイドルと向き合ってきた私は、おそらく自分自身でもアイドルとしての私しかまだ知りません。
多感な時期も全て乃木坂46に捧げてきた自信があるからこそ、今回この決断をしました。自分の中ではふつふつとやりたいもの、こういう人でありたいというビジョンは小さな頃から変わりはありません。乃木坂46としていろんなことを経験して、夢を叶える大変さ、思い通りにいかないこと、嬉しいことも悲しいこともたくさんありました。時には心折れそうなこともありました。それでも私の中にある意志は揺るぎませんでした。そのどんなことがあっても、どんなに向かい風が吹こうとも揺るがなかった。ずっと自分らしさを貫き通したこと、意志を持てたことは、これからの自分への財産となり、大きな自信につながりました。乃木坂46という場所で濃ゆい人生を歩んできて、もちろんまだまだ未熟ではありますが、乃木坂46にいたからこそ、若くしていろんなものを肌で感じられる場面が多かったからこそ、幼い頃の私よりも夢はもっと大きく、そしてもっと高みを目指したいと思えるようにもなりました。夢を叶える、自分のやりたいことをやる、これらはすごく時間がかかるかもしれません。反対に、もしかしたら私が乃木坂46に出会ったみたいに、運命的に案外サクッと見つかるかもしれません。それは誰もわからないことですが、また新しいことを自分の目で見て、肌で感じて学ぶ時間も欲しいなと、今の私は一番思っています。中学生の頃から毎日毎日休みなく、今日この日まで乃木坂46というものに向き合って、正解のない道をがむしゃらに歩んできました。少しばかり自分に夏休みをあげようかなと、たくさん勉強して、たくさんいろんなものを見て、もっと自分が発信することで、自分がどこかで生きていることで、いろんな人のためになる活動をしたい。今ある常識ももちろん大切だけど、自分らしさを持って人にリスペクトを込めて、常に新しい形を作り出したい。そういう思考になれたのは紛れもなく、乃木坂46という場所に出会えたからです。とにかく明日からも変わらず日々精進、残りの時間もよろしくお願いいたします。そして卒業してからもお互い幸せになりましょう。一生いい意味で未熟でありたいです。たくさんいろんな人と出会って、毎日に初めての感情やご縁があって、大変だろうけど、いろんな経験をずっとずっとして生きていきたいです。どこにいても私は私です。だからそこは安心していてほしいです。ふと思い出した時に、押していてよかったなと言ってもらえるような人でずっとありたいです。気高く自分をしっかり持ち、人に感謝して、そばにいる人に希望や癒し、笑顔を与えられる人でずっとありたいです。ひとまず明日は写真集発売日です。ついに来てしまいました。ぜひ最後の思い出、一緒に作りましょう。私からの最後のお願いです。一緒に素敵な思い出作ってほしいです。今はそこで気持ちがいっぱいいっぱいです。ドキドキもするし、本当に不思議です。でもとにかく、受け取り方は人それぞれだろうけど、たくさんの人に何か気持ちが届く、そんな写真集になってくれればいいなと思っています。好きだから手に取ってみたも、良き写真の雰囲気が好きだからも嬉しいですし、地元が撮影スポットだからも嬉しいですし、乃木坂46のファンだから、乃木坂46のファンだったから、どちらも嬉しいです。2期生が好きだからも嬉しいですし、なんとなく気になってからでも本当に嬉しいですし、ファッションの参考でも嬉しいですし、思い出に手に取ってくださるのも嬉しいです。海外で応援してくださっている皆さん、全然会えなくて申し訳なかったです。でもすごく私は皆さんのこと大好きです。伝わっていたら何よりです。言葉や住んでいる場所はいくても、写真なら伝わるかなと、ぜひ見てください。紙だからこそ伝わるものがあると思います。私からの最後のメッセージだと思って、手に取ってみてください。本当の本当に、乃木坂46の寺田蘭世としては最後の大仕事、いろんなことをしてきましたが、最後くらい心から笑顔でいたいと思っています。ぜひ最後仲良くしてください。8年半もの間、アイドルとして第一線を走り続けた寺田さん、全てを乃木坂46を捧げ、多忙な休みのない日々を過ごしました。そんな体を少し休ませる時間を取りたいとのことでした。またアイドルに向き合ってきたために、アイドル以外のことはわからない。次に寺田さんが向かう行き先を探す時間、やりたいことを探す時間が欲しいとのことでした。今回の寺田さんの卒業については、運営側の不手際が多く、ファンは不信感を募らせています。ファン目線の卒業理由を考察していきます。乃木坂46は表題曲
を歌う選抜メンバーと、選抜に入れずにアンダーライブを開催するアンダーメンバーに分かれます。人気メンバーはテレビ番組に出演する選抜メンバーに入ります。この選抜メンバーとアンダーメンバーの選考基準は握手会の売れ行きと言われています。寺田さんは握手会の売れ行きも良く、選抜メンバーに勝る勢いで完売をすること多いメンバーでした。しかし選抜メンバーに入ったのは2回。17枚目シングルインフルエンサー、20枚目シングルシンクロニシティ、どちらも日本レコード大賞受賞曲です。しかし2018年のシンクロニシティから約3年間選抜メンバーに選ばれず、選抜発表がされるたびに次は入ると言われていました。そして迎えた28枚目シングルの選抜発表、寺田さんはまたしてもアンダーメンバーとなりました。有料メールサービスで寺田さんは大号泣したことを報告。変化しない現状に一つの区切りをつけたと考えられます。乃木坂46では最近1期生2期生メンバーの相次ぐ卒業が続いています。世代交代が進む中で後輩の3期4期生が台頭。21名の選抜メンバーのうち12名が後輩の3期4期生となりました。こうした世代交代の進行を受けて卒業を決意したとも言われています。乃木坂46卒業とともに芸能界を引退してしまう寺田さん、ファン思いで情熱的な人柄、アンダー楽曲ではブランコ、滑走路、マシンガンレイン、その女と4曲のセンターを務め、アンダーライブという乃木坂46の文化を確立した功労者です。今後の人生が幸せなものになることを心から祈っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。